はい、さーい、エリオです。今回はこのお菓子のラムネを紹介したいと思います。はい。で、これなんでこのお菓子のラムネ紹介するかっていうと、これ、勉強の効率や仕事の効率にいい、すごいいいお菓子らしいんですよ。これも最近知れました。しかもこれ二日酔いにも効くみたいで、なんすかね、昔はかなりヒットしたお菓子みたいなんですよね。以前ブーム来た時は。なんか知る人ぞ知るお菓子になってますね。はい。で、このラムネ、何がいいかっていうと、このラムネですね、ブドウ糖90%配合されてるんですよ。で、このブドウ糖は主に果物に多く含まれているんですけど、この砂糖と違って体への吸収率がすごいいいみたいなんですよ。で、この吸収率の高いブドウ糖が、なんすか、このエネルギーがですね、ブドウ糖のエネルギーは脳みそにダイレクトに行くらしいんですよ。なので、すごい効率のいいお菓子って言われてます。はい。これネットで調べました。なので、例えばこの勉強中とか仕事の合間とかに休憩として甘いものを食べるときあるじゃないですか。チョコレートとか、なんかお菓子とか、スナック菓子とか。で、食べると、やっぱり一息はつけるんですけど、リラックスして。で、やっぱ甘いものばっか食べると、そのニキビできたりとか、太ったりするじゃないですか。なんですけど、このラムネは、ブドウ糖配合90%で余計なものもほぼ入ってないんですよ。なので、太らず効率よく、エネルギー摂取できるいいお菓子になります。はい。まあでもこれも食べ過ぎたら太っちゃうので、取りすぎは用心なんですけど。それでこれエリオも実は試してみたんですよ。で、事実これを食べると、この頭の回転が速くなるとか、考えがすごい深まるとか、そういうものではないんですけど、事実なんですか、考えすぎて、こう頭が熱っぽくなってきた時に、頭が冷めたりとか、あとなんか頭の中がパンパンとか、考え事とか仕事でいっぱいな時に、ちょっと空気を抜くようなイメージで、すごい頭の中がスッキリします。はい、ちょっとプラシーボ効果も入ってるっぽいですけど、すごい効きますね、これ、個人的には。で、エリオはいつも昼のご飯食べないんですよ、昼ご飯。で、なんでかって、昼食食べちゃうと、眠たくなったりとか、集中力落ちちゃうんですよ。なんか頭の回転遅くなったりするので、いつもご飯抜かずに、そのまま仕事を続けるんですけど、やっぱりイライラしてくるんですよ、ご飯食べないと。で、イライラして、夕方こうなって、すごいイライラして、それでもその脳の回転維持したいので、その仕事続けるんですけど、これを買ってからは、ちょくちょくこれ食べてるんですよね。まあ、1粒、2粒、2粒とか、合間合間に。で、そうすると、お腹もあまり空かずに、脳の回転とか、この頭の、なんすかね、リフレッシュさとか、維持しながら仕事ができてるので、これすごいおすすめのものになります。はい。で、以前はこの仕事の合間とか勉強の合間にチョコとかガムとか、あとはそのネットで調べてて、大悟がナッツがいいって言って、ナッツ食べたりとか、あとコーヒーとかいろいろ試してみたんですよ、仕事の合間に。で、コーヒーは今もずっとたくさん飲んでるんですけど、やっぱ飲みすぎになると良くないので、ちょっと制限してまして。なんですけど、ネットでこれを探して見つけてからは、これがすごい効率のいいものだって分かりました。はい。ナッツも、その大悟が言ってたナッツも、すごい美味しくて効率いいんですけど、高いんですよ。なんですか、これはアマゾンで、エリオ箱買いしたんですけど、20個でだいたい1500円ぐらい。で、1個100円切って、で、しかも中の粒もたくさん入ってるので、なんですかね、そんな1日でなくなるようなもんじゃないので、すごいコスパがいいです。値段、量ともに。はい。はい、以上です。勉強を頑張ってる人とか、仕事を、効率上げるっていう人にとってはちょっとおすすめのお菓子ですね。太ったりニキビできたりとかしない、余計なもの入ってないので、おすすめです。以上です。メンソーレ。